はい、よろしくお願いします。今回は2018年7月後半の時事問題やっていきます。で、いつもは2本撮ってるんですけど、今回は詰め込んでしまってね、1本のみとなっております。で、穴埋めが9個ありますので、ぜひね、1回動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に、ちょっとこれ知らないなーなんていうニュースがあれば、今からね、自分が全部穴埋めやっていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まず東京オリンピックのニュースからやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。では2020年、あと2年ですね、東京オリンピックがやってきますと。やってくるっておかしいね、行われるんですが、公式マスコットが決まりました。で、まあその名前がね決まったので、まあ狙われやすいかなと思って問題にしてあります。2つですね、まあ、マスコット2体いるんですけど、でね、青と赤、ピンクっぽいキャラなの、ちょっと色変えますね。青っぽいキャラが、未来とは。これね、イントネーションはちょっとわかんないんだけど、まあ、未来とはでいいのかなっていう名前です。キャラクターのね。キャラクターもマスコットの。で、もう一個が、ソメイティって言います。未来とはとソメイティです。で、まあ、なんか、名前の由来っていうところ。まあ、未来とはは、未来ととは、永遠のとはね。をくっつけたもので、まあ、ソメイティは、ソメイヨシノ、あ、桜のね、ソメイヨシノと、なんか、ソーマイティだっけな、確か。そうだ、ソーマイティっていう、非常に力強いっていう、まあ、英語ですね。それを掛け合わせて、ソメイティに決まったらしいです。ビジュアルちょっとね、著作権で出せないので、ぜひ、個々でみんなで見てみてください。いろいろ意見があると思います。自分はあえて言わないですけどね。まあ、好き、好みが出てくると思うんでね。では次行きましょう。ワールドカップ。まあ、これ撮ってる時はね、もう結構前に終わった感じになっちゃってるんですが、まあ、ワールドカップが終わりました。優勝したのが、今回はフランスが、優勝しました。ワールドカップね。決勝クロアチアが相手だったんですが、4対2かな、確か。で、勝って優勝となりました。で、もう一個、サッカー絡みなんですが、まあ、日本代表、ね、監督が変わります。新しい監督が決まりまして、その方、ちょっと待ってね。名字が森安はじめさんです。森安はじめ監督ですね。に決まりました。で、森安監督はですね、もともとアンダー21、21歳以下ですね、アンダー21の監督なんです。で、兼任です。つまり、両方監督するっていう。まあ、これから変わっていくのかもしれないですけど、まあ、多分今のところ兼任でやっていくという形になるので、すげえ大変だろうなと個人的に思いますけどね。まあ、ひとまず、森保一監督に決まりましたんで、ぜひ覚えておいてください。で、次が、政治絡みですね。参議院と衆議院があるわけですけど、僕は参議院です。で、参議院の議員の定数が増えました、今回。はい。で、まあ、増えた人数いきましょうか。基本的にはこのね、増えた人数を覚えてくれれば大丈夫かと思います。狙われるのはこっち。6人増えました。6議席ですね。増えたんですけど。で、合計がもともと242だったんで、242だったので、それに6人足して248になりましたよと。ごめんね。で、来年の夏の選挙から適用される予定らしいです。まあ、これに関してはですね、非常に反対が多かったんですよ。反対意見がめちゃくちゃ多かったんですけど、押し切りました。押し切って、議決されたというか、っていう感じ。まあ、もう決定したんでね、増えることも決定なんですけど、まあ、いろいろね、ごたごたはあったと。で、次です。で、次は、多くの人が集まる場所で、タバコを吸うことを制限する、ホニャララ法が成立しました。で、まずこれ、法律の方、名前ですね。改正健康、ちょっとギリになっちゃった、増進法です。改正健康増進法っていうのが成立しました。で、まあ今もね、タバコを吸うっていうのはかなり、自分はね、吸わないんであんまり関係ないですけど、肩身が狭くなっていて、ここじゃ吸っちゃダメだよなんていっぱい増えてきたじゃないですか。で、それがもっと強まります、これから。で、規制、そのね、ここで吸っちゃダメだよみたいな規制が段階的に、いきなり、もう全部ダメ。
ってわけじゃなくって、段階的に進んでって、ほにゃらら年までに全面施行されると。で、何年かっていうと、まあこれは意図がわかりやすい。2020年です。何かっていうとオリンピックです。ここまでに間に合わせたい。おそらく。そういった意図がある。で、例えばどんなところで禁止されるかっていうと、今飲食店とかでもさ、こう喫煙ルームみたいなのあるじゃないですか。カフェとかでも。で、そういったのも全面禁止になる流れらしいです。今のところ。例えば、自分の家。それは自由ですよね。まあ、吸って OK。あとホテルとかの部屋とか、喫煙のできる部屋あるんで、は、まあ、OK なんですけど、例えば、その、お店とか、ホテルわかんないけど、喫煙場所ってあるんですよ。タバコ吸っていいですよ、みたいな場所があるんですけど、ああいうのは全面的に禁止されますよ、みたいな、いう流れらしいです。今のところはね。まあ、ちょっと内容は変わっていくのかなっていう気はしますけど、まあ、ひとまず今回、改正健康増進法がね、成立しましたんで、ぜひ覚えておいてください。で、ラストです。ラストはもっと先ですね、2050年まで。あと32年後ですね。までに、世界で売る日本車すべてをほにゃららにしようと。で、ガソリンだけで走る車をなくそうという目標を政府が打ち出しました。で、まあ、どういう車にするかっていうと、まあ、電気自動車っていう名前、言い方が多分慣れてるんですけど、一応ね、ここでは、電動車っていう。まあ、ニュースとかね、まあ、新聞でもこの言葉使ってるんで、こっちでいきます。電動車。にしていこうと。で、これもね、まあ、2050年までの目標なんで、どれぐらいこうね、縛りをつけるか、まあ、これからま、議論されるとこだとは思うんですけど、今のところはそのガソリンだけで走る車、まあ、ハイブリッド車とかじゃないっていうことね。ガソリンだけで走る車をなくそうと。それを日本だけでっていう話じゃなくて、もう日本で作った日本車ね。あ、世界に売ってるからさ、日本車。それも全部、日本で作られた全部電動車にしていこうぜと。いう風に打ち出しました。で、これね、ちょっと理由の方も覚えてほしくって、この言葉も覚えてください。まあ、覚えてというか、ぜひ、なんか知っといてください。パリ協定っていうのがあります。で、このパリ協定何かっていうと、なんだっけ、地球温暖化ありますよね。まあ、二酸化炭素とかの問題がありますけど、そう、地球温暖化対策の国際的なルールを決めたんですよ。例えば、どこどこの国は、CO2、二酸化炭素の出す量、排出量を何パーセントまでにしてくださいね、みたいな目標設定されたんですね。それが決まったんですよ。パリ協定で。で、当然日本はですね、全く行けないんですよ。今のままじゃ、厳しい。もう行く余地もないというか、行けないんですよね。だから、その目標を達成しなきゃいけないと。で、しかも、まあ、世界的にもね、ちょっともっと二酸化炭素の問題はかなり大きな問題になってるので、そういった意味も込めて、それを達成するためには、やっぱりこれを、まあ、車はね、いっぱい使う国なんで、こういうところをやっていこうと、ここは要になるよね、っていうことで、今回政府がね、もう公式で打ち出したから、目標を。ってなります。だからまあみんな、まだ学生のね、みんなですけど、ここがどんどん大きくなっていって、まあ免許を取って車買うじゃないですか。まあかなりこう、車が今、走ってる車よと、種類というか、性能とかも変わっていくのかなという気はします。これからね、この車の面に関しては、車だけじゃないと思いますけど、乗り物系はね。まあ、ひとまずね、まあ、今回目標を、こういう目標をね、政府が打ち出しましたんで、ぜひ覚えておいてください。では、今回は、ニュースは6個かな。まあ、穴目9個でしたけど、時事問題やらせていただきました。じゃあ今回の動画はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。